ございます。あります。本日は千葉県にあります南茂原カントリークラブ来ております。今回はですね、6月に私ティーチングプロ選手権のまず予選会がここで行われるということで、ちょっと練習ラウンドをですね、今日はしながらデシャンボー対ハン・ジュンゴン、今日もですねお送りしていきたいと思います。多分動画で出してると思うんですけど、モタさんはもうベストスコアも90になっちゃったということですね。レベルの高いゴルフになっちゃった。まあ、あの杉さんは引き続き100切りを目指して頑張りましょう。頑張ります。お願いします。113ヤードですね。はい。こういう時こそちょっと落ち着いた丁寧なプレーを。もうちょっと左。結構右に落ちてくると思います。おお、さあ、おフライトに行った。おお、いってるいってるいってる。気になります。邪魔だなと思って。マッチングした時まあまあな位置に来てます。邪魔だなと、こっちにつけとくと。そうですね、邪魔ですね。捕まえるスイング、フェースアングルもちょっとこう、気持ち閉じ気味でいいですからね、ドレス時に。ハンドレイトにして、こういう感じ。わかりました。うん。いきます。まあ、打つ時にはもう、わぐるし元に戻ってましたけどね、今。すいません。はい。行きます。まだまだ開いてますね。146です。9番。はい。いい感じ、いい感じ、いい感じ。めちゃくちゃうまくないですか。めっちゃうまくないですか。完璧。うますぎる。めっちゃうまくいった。52で頑張ります。はい。トップというか左開いてる。72ヤードフォローです。52度56度。はい、いい。いや、ナイスナイス。パーシャンク。いいよ。早っ。もうちょい。うまい、届けば。いやー、オッケーです。なんか足元フックにも見えますし、そうですね、ちょっと乗った感じもフックよかったですけど。うん、はい、ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。380。はい。上げてます。上げてます。ちょっと右。え？まだまだやはりフェードの完成度は低いですね。はい。いい、今のいい。ちょっと。はい。うおぉ、めっちゃ芯食ってめっちゃまっすぐいった。ファーじゃないですか、これ。はい。うまっ。ナイス。
130ヤードぐらい。7番です。はい。うまい。ナイスです。はい。ゴロ。ピッチングで。はい。左足かかとこれ浮かしたまま。ハーフシャンク。ハーフシャンク。40ヤードぐらい。はい。いやー、ドフタ。あらららららら。ら、バンストを使って跳ねさせる。危ない。優しい。下りまっすぐです。いや、ナイスタッチじゃないですか、これ。素晴らしい。ナイス。慣れてきましたね、ショートパットも。全体的に優しくなってきました。アプローチパターンが一個も拾えてないです。ナイス。ありがとうございます。あ、着替えたんですか。色はあんま変わってないですけど。色になりました。ということで前半は、モタさんが52、杉さん56。ナイスプレーですね。ナイスプレーですよ。私が39ですね。ちょっと練習ラウンドスコア出すって言ってる割にはこう予選落ちの今ピンチを迎えてます、ね。ちょっとアプローチの練習不足が出てますね。ゴンもお願いします。お願いします。危ない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 。試練。お願いします。お願いします。もうでしょう。もう一。いやー完璧。掴みかけました、ね。うん。なんかそうですね。政権好きで目覚めました。出ましたブライソンショット。耐えてる耐えてる。耐えてるって普通に。いや、ナイスですよ、こっち。最高スイングでしたか、今のは。いや、当たりは良かったですけど。ちょっとスピン量がね、良かったですね。回転数が。3500回転ぐらいしたね。110ピッチング。10ぐらい。はい。止まってー。おー、ナイスです。完璧。いいショット。96ヤード。96ヤード。めっちゃティーアップされてる。本当だ。
いい感じ。曲がれ。あー、まっすぐ抜けた。ナイス。うん、ちょっとフックですかね。人生2回目のバーディーになるか。3回目。お、2回も取ったんですか、もう。うわー、惜しい。でもナイスパーです。すいません。ありがとうございます。おお、上手に読めてはいますが、ちょっと出しすぎました。OK です。ありがとうございます。384ヤード。これは両サイド狭いんで、ちょっと刻んでいきます。ギリギリでした。ここで狭いんで、実際は刻んでもいい方ですけどね。刻みます。うん、5番アイアンです。潔いっすね。いや、潔いっす。いや、潔いめっちゃ潔かったです。まあ、あそこは大丈夫。ごめんなさい。さっきの忘れたくない。今いい感じですからね。うん、奇跡的にありました。おお、ナイス。完璧です。ありがとうございます。220ヤードいや、めっちゃいい音してる。トップで激しい。でもいいと思います。3オンすればね、9番やんで。はい、149番。上からいった。ちょっとピンの左サイド。おお、ちょっと左足上がりがきつくて、もう少し右足でしっかり支えたアドレスが取れるといいですね。70ヤードの打ち上げですね。56度でちょっとそう、ハンドファーストで気持ち右から狙って感じです。右に狙って感じ。まあ、フックしてる、フックしてる。あとは距離感。うん、ピンの右サイドに。なんでそんな声ちっちゃいんですか。残り50ヤード弱。うまい、めっちゃうまい。素晴らしいです。ありがとうございます。うん、ちょっと大きかったですね。はい、はい、もういい素振りをしてると思います。当たれ、当たったん。いやいや、悪くないんですけどね。ちょっとやっぱコックが入って、ちょっといわゆるそのパンチが入っちゃう。鋭角に入れるとああいうボールが出やすいです。もうちょっと角度をね、入れる角度を緩やかにすると柔らかいボールになります。下りのフックラインですね。いけ。うおー、ナイス。ありがとうございます。 OK です。惜しい。ナイストライ。ナイス。ありがとうございます。ナイス耐えですね。ここからちょっと痺れる戦いが。